35歳からのビミシム、ビミシムレッスン TV オンライン特別企画、一問一答オートキャドマスターへの道。ビミシムレッスン TV オンラインは、こちらの YouTube チャンネルで、オートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。ビミシムを使いこなすことに的を絞ると称し、一問一答形式でオートキャドに対してですね、皆さんお話をしております。デザインセンターを使用し、レイアウト空間外部参照をコピーする方法を知りたいですという話がありました。デザインセンターとは何ぞやという方のためにですね、ちょっとお話をしていきたいかと思います。デザインセンターですね、コマンドライン上にですね、DC と入れてください。そしてエンターを押すとですね、これがコマンド、ごめんなさい。デザインセンターというものになります。デザインセンターとは何ですかっていう話なんですが、ブロックだったり、内部ブロックがあればですね、内部ブロックだったり、レイアウト空間だったりっていうのをですね、 A から B に簡単にコピーができるというコマンドというところになります。どのようなものかというとですね、ちょっと例えば新規にですね、今図面を2個あります。新規の図面に先ほど開いている、別に開いてなくてもいいんですが、開いている図面の中にあります画像を、こんなにいっぱい画像ありますをコピーをしてみようで、ちょっと今確認をするので、今この画像には0画像しかありません。の中に このこちらの図面の画像、こんなにあるんですが、その画像を追加してみようっていうのをやってみます。どうやって追加するのか、選択してドロップするだけで、ポイントは何かっていうと、もともとあるものはコピーされないんですね。さっき見ていただきました0画像だけでした。ではどうなってますか、こういうふうにダダダダダ、その画像の名前、色、選手、ご印刷しないよっていうのも含めですね、コピーをすることができます。で、先ほど言いました画像だけじゃなくてですね、選手も当然コピーできますし、文字スタイルも寸法スタイルもいける人なんですが、何をっていうと、レイアウトの時にポイントがあります。レイアウトの場合は一つずつレイアウトしないと、ドロップしていただかないとコピーすることができません。新しく追加する場合はこのデザインセンターですね、使っていただくというのもいいかもしれません。このままドロップでポイント。で、ここにも書いてあります。追加されるんですが、重複したもの、ここですね、今追加をされました。追加されてもですね、絵があるわけではないので、でも必要なものは全部入ってくるというところになります。これがデザインセンターという機能となります。外部参照もですね、当然コピーすることができます。はい。ではですね、このような時にですね、ソフトとご質問が多いように思います。ご質問の内容はですね、ちょっと経路みたいなものが変わってくるんですが、ご自身だけで使ったりする場合と、あと他の方と一緒に使ってなおかつ効率よく作業したいなっていう時の質問で当然違ってくるんですが、結構こういう時にですね、ご質問が多いように思われます。無料のオープンチャットを始めました。よろしければご参加ください。ビミシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしております。いかがでしたでしょうか。本日のビミシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。